どうも、アウチンでーす。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントありがとうございます。ラスボス戦を見てみたいということで、今日はラスボスと戦いたいと思います。パーティーはこんな感じ。主人公、クーフーリン、スカー派、この花咲くやですね。それでは行きましょう。難易度は創生ハード。レベル999で行きたいと思います。まずはここから行こうかな。アブディエルとスクヨミ戦ですね。では行ってみましょう。それではまあまあいつも通りの感じでやっていきたいと思います。レベル999結構きついんですよね。なので HP を、マックスまで上げてます。これアイテムじゃなくって、スキルで上げてる感じですね。耐性を一つ落としてスキルでHP を上げております。やっぱね900ぐらい食らうのよ。900ぐらいなのでマックスにしておかないとちょっとねやられちゃうんですよね。 OK いいじゃない。じゃあとりあえず主人公がタンクになってくれます。ランダマイザー戦い方はすごい単純なんですけどね。でもこの単純だけどもこの方法が一番無難な気がします。もう一丁ランダマイザー OK 早くももう HP 半分ぐらいまでは減らしてるんじゃない？オッケー、こっからがちょっときつい。あ、危ねえ。うっそ。一回復活した。でもまあ大丈夫でしょう。ここ。もう真ん中だけを狙っていきます。もう周りは気にせず、真ん中だけ。やっていくね。最初にランダマイザーからいけばまあいいか。 HP は常にマックスを維持する。 OK あー危ねえ危ねえ怖かった。ほんと一瞬でやられるからね。マイザで OK。 ゲイボールおもろでもって使っとけでドナム。なんかねもうちょっとあと一個チャージがね入ってくれれば嬉しいんですけども、チャージまではさすがに入ってくれない。マイザで OK。 よし1万ぐらい消しよう。あー8000か。ドナム強化水源死なないでよ。ちょっとね運が絡むんだよね。集中攻撃されるとやられることもあります。オッケー。クーフーリンがさすがにちょっときついか。でもいけなくはない。まずはマイザ一回いいね。マイザ一発いい。順番をね間違えないようにしないと時間がかかってしまうんで間違わないように行きましょう。方向よし。これ HP 半分じゃない赤になる。 OK マックスだね。この花咲くやがスキル入れても928だったのよ。 HP がもうちょっと上がってほしかったな。てか
HP 上がるアイテムをもう少し簡単に入手できるようにしてほしい。難しいもんね、あれ入手するのがさ。まあいいさでいいね。最後のね、一押しがなかなか厳しいんだ。HP2 回回復しないとこれ無理だな。マイザーもう一発いけるな。よっしゃ、よし、多分次のターンぐらいで倒せるはず。死ぬなよ。 OK、 よし、ナイス、勝った。うん、マイザー、で回復いらんね。佐世木も使わんでいいし、ああもうマイザで OK です。終わりだ、アブディエル終了。次突き読みいきます。まずまあこの1ターン目は回復してくるのでダメージ与えても意味はないと思うんだけども、まあいいじゃないですか。 OK、 ゲイボールおぼろで回復を2回、でもう回復しないね。でマイザ、ああミス、いやミスってない、ミスってない、オッケーオッケー、マイザでよかった。でドナム強化水月、よっしゃ、うわっ、あちょっときついな。うわ、950ぐらい、やっぱ HP 欲しいか。でもここで攻撃力を2段階下げててあげれば大丈夫じゃねえかな。頼むよ、耐えてくれ。あーでも HP マックスまでいかんか。オッケー、しゃ、まあ、うーん、大丈夫ね、多分ギリ耐えれるはず。よし、オッケーオッケー、あとは結構やぶさめショットを対応してくれるんで、そこでもう大丈夫っすかね。で突き読みの時は主人公ももうちょっと何かやりたいところですけども、入れる隙間がないのよ、スキルを。なのでまあまあこれでちょっとちまちまやっていきたいと思います。あ、ドナムからが良かった、ナムからが良かったよ。よし、水月、おい、来た。まあまあ大丈夫でしょう。ランダマイザー大丈夫ね、大丈夫ね、オッケー、よし、ドナム死なないでくれよ、頼むから。
よし。貴様の月は欠けている。ああ、もうそれいいって。本当に。バフ切れそうだな。まあとりあえずランダマイザー入れて。で、ここで、これで上書きしましょう。ちょっと HP があんまないからね。あ、MP か。で、ドナム入れて、どうか、水月、ゲイド。しゃ、あー、きつっ。でもまあ大丈夫。マイザー、まずドナム入れてから回復がいいね。オッケーミスったかと思った。回復入れて強化制限。よし。こっからは多分やぶさめのみじゃない、してくんのは。ちょっとわかんないけど、一回させぎ入れとこうか。よし、もう少し。よね、あー、もうちょっと。これはもうこれでいいや。最後の最後死なないでくれ、やぶさめ。ナイス、オッケー。このやぶさめをね、主人公が確実に避けてくれるので、これでいけるんだよね。おっしゃー。はい、ということで戻ってきました。今日はコメントありがとうございました。ラスボス戦やってみましたけども、まあ、つくよみは比較的倒しやすいやつなので、まあこんな感じでしたけども、まあ他の、ラスボスにも挑んでいきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。